昔の勝利と今の勝利の大きな違い。アップデートでいろいろなポイントが強化され魔改造された勝利ですが、意外と大きな強化ポイントだったのがこのシールド発動前に中断耐性がついた点です。アップデ前の勝利はシールドを張ろうとしている最中に攻撃されると普通に吹っ飛ばされていたため、純粋にシールドキャラとしての使い勝手がちょっと悪かった印象です。加えて勝利はシールドを張るまでに若干のため動作が必要なこともあり、このため動作中に吹っ飛ばされるのが嫌という理由でディオナを使う人も一定数いたと思います。今ではシールド発動前に中断耐性がついたおかげで吹っ飛ばされることもなくなり、使い勝手がかなり良くなりました。勝利のその他強化点についてはコメント欄の動画でまとめてあります。他にも質問があればコメントしていってください。それでは。